はい、今日もね、やっていきたいと思いますけどお前も、が後手だ。まあね、シャー対プ局100開ま始。で終わったんでね、今日からちょっと中飛車も指していこうかなということで、と思ったら居飛車ですね、完全居飛車系ですね。そうなんですよね、このパターンだと、なんか向かい飛車にしたくなりますよね。ちょっと向かい飛車にしてみますか。向かい飛車。角道開けてこないですね。さあ、シンプルに。まあ、銀上がってきたんで、こっちも銀1個上がっときますか。そうですね。まあ、銀が出てきてるときは銀を上げといたら、まあ、とりあえず、受かるかなっていう感じで。棒銀ですね。あ、そっか。端は受けとかないとまずいのかな。うん。端は受けとかないとまずいですかね。さあ。銀はね、もう一個上がっといて。うん。まあ、王様を囲っていきたいと思います。一旦ね。角道全然開けないんで、まあ、それはそれで。いいんじゃないでしょうか。さあ、ここに来て、まあ、王様もう一個囲っときますか。そうですね、向かい飛車で、うん、ここで上がってきたと。畳の囲い。はい。角道取ってきたんで、そろそろ。そうですね。なんか、あ、仕掛けてきそうな気もしますね。仕掛けてくるというか、まあ、駒組みよりもそうですよね。回角が出れるように、歩を突いときます。うん。これは、そうですね。取らずに行くか。取らなくてもいいかな。取らずに、同銀と取っときますか。美濃囲い。うん。さあ。どうしますかね。どうやってできますかね。まあ一応ね、飛車を狙って、角回りたいとこなんですけど、ともあれ銀は一回戻りたいですね。うん、端角。まあ、これはちょっと、そうですね。角狙ってできてるんですけど、どうしようかな。角交換とかしたらまずいのかな。角交換まずいですかね。角交換してみようかな。うん、角交換しない方がいいのかな。同角。同金の時に、歩をついてきても大丈夫ですもんね。同飛車の方がいいかな。ちょっとわかんないな。うん、まあでも、行ってみますか。まあ、さばき合いになったら間違いなくね。角が手に入って5五角があるので、そうですね。先に何かやってくると思うんですけど、角打ちが見えますかね。歩。これ一回下がるか。上がる手もあるか。いや、下がった方がいいかな。うん、一回下がりますか。さあ、5五角がね、見えてるので、多分何か、受
けてはくるとは思うんですけど、橋はなんか無視したくなりますよね、これ広角打って。まあ、飛車寄ったら角なって結構大きいですけどね。どうなんでしょう、端取ってくるんですかね。端はなんかもう無視しちゃって。そうですね、はい、見事な将棋じゃった。対局ありがとうございました。しかし真の猛者はこんなもんではないんじゃぞ。はい、ということで、いやまだまだ指せるとは思うんですが、まあちょっと守りがね弱そうなので、まあ、端突破しても厳しいかなということで、投了ということで、はい。はい、対局ありがとうございました。